はいどうもこんにちは。今回は、プロセカより桃井愛理ちゃんを作っていくぜ。愛理ちゃんといえば桃ちゃんの一員よね。ピンクの髪の毛と黄色いリボンが特徴的だよな。今回は輪郭の整え方をちょっとしくじったかもしれないわ。ああ確かに、ちょっとほっぺが変かもな。でもまあ、その代わりかはわかんないけどお目目が可愛くできたから、ぜひ最後まで見届けてほしいわ。輪郭が整え終わったみたいで早速白目作ってるな。今回は、愛理ちゃんらしい元気が良くて、頼りがいのある雰囲気で作れてると思うわ。そういえば、愛理ちゃんは桃ちゃんの中だと割といつも、突っ込むポジションなんだよな。そうね、ケーキ丼がよく見るのはしずくさんとの掛け合いね。ああいうのほっこりしていいよな。もうそろそろみんな待望のあれが来そうね。ってことで、黒目選手入場。今回もプロセカキャラということで、プロセカの絵柄に合わせて作ってみたぜ。イラストとか原作の絵柄を再現するって結構大事よね。その再現度によってもクオリティはやっぱ変わってくるからな。再現だけにこだわると限界はあるから、程よく手を抜くことも大事よね。それはそうと、本当にさっき言ってた通りお目目可愛いな。でしょ？パッチリしててハツラツとした雰囲気出てると思うわ。顔ができたのでお次は前髪作りだな。愛理ちゃんの前髪は M 字ね。というかプロセカキャラの大半が M 字前髪だよな。確かに想像よりかなり多いかもしれない。ああでもどうだろう、アンちゃんとか、エナなんとかしずくさんとかもいるしな。半分ぐらいなんじゃない？そうだな、髪色とか後ろ髪は違うとしても、個人的にはプロセカキャラのおよそ半分が M 字前髪だと思うぜ。まあ別に M 字にそこまでこだわりがあるわけでもないんだけどね。今は前髪の形が取り終わったからハーフツインを作ってるな。こういう後ろ髪を付け足すとか、そういう感じの作業はめっちゃ大事よね。そうだな、髪の毛って結構印象に直結するからな。ハーフツインも大体の形が取り終わったのでリボンを作ってるわね。この双葉型のリボン可愛いよな。ぴょこっとしててめっちゃ好きだわ。大体出来上がってきたので最後は仕上げだな。今回も影をつけたりツヤをつけたりするのね。あとは影とツヤの塊を髪と同じ色で区切るのも、うまく見えるコツだと思うぜ。うまくなるのが一番だけど、うまく見せるのも大事よね。お披露目タイム。ってことで愛理ちゃん、完成です。元気そうでいかにも愛理ちゃんらしい雰囲気にできてると思うぜ。最近ちょっとプロセカキャラ作るの上手くなった気がするわね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。